please give a warm welcome to the Vancouver Okanagwa Taiko Group.練習したエイサーのデビューイベントがありました。いやー楽しかった。緊張したけれども、僕が好きな本があって、留学の時に一冊だけ持ってきてた本があったんですよ。っていうのが大富豪からの手紙っていう、大富豪のおじいちゃんが亡くなった後に9つの手紙を孫にお渡しする本なんですけど、一番最初の手紙の内容が偶然で、僕がエイサーを始めたきっかけっていうのは1話でも挙げた通りおそばをお渡ししてつながった人たちの中にエイサーをしてる人がいて始めたっていう単なる偶然だったかもしれないんですけれども、2年前に僕がカナダにいる時におじいちゃんが亡くなったんですけど、その時に訪れた先が今練習してるエイサーのお寺だったんですよ。そこで祈祷をしてプラス去年の12月に腰を怪我してたから、その時に治療をしてくれたのがエイサーやったネーネーだったんですよ。っていうのが重なって、このタイミングで自分が沖縄のために何かしようとしたいって言ったら先にこういうことになってて、でその場所が2年前初めて訪れた自分がウートウトした場所だったっていう、いろんな偶然があって、これって何か何かあるのかなって思ったんですよ。それが一つきっかけというか、だからもうそのエイサーを始めた本当偶然のようで何か繋がってるのかなっていうのを私感じてたんですよ。というのがビビッときた理由でエイサーを始めました。エイサーをやってみてやっぱり言葉は通じなくてもカナダの人が盛り上がってくれるっていうのがすごいじわってきましたね。絶対思ってないさね、エイサー始めた人っていうのは沖縄の何しで始まったのかな、あれな何村かで始まったエイサーがこんな海外にこうやって進出してるなんて思わないさね。そういったなんか歴史の流れみたいなのも感じたんですよ。エイサーも続けていきたいし、いろんなところにねどういった接点があるかわからないけれども、こうやって、まあ、仕事もしながら趣味でエイサーをしながら少ない力で出身の沖縄に何ができるかなとか、まあ、いろんなことを考えながらね今後も活動していきたいと思います。まあ何が起こるかわからないけれども、人生はナンクルナイサーで動いてますので、ちっちゃな運でも偶然でもね何でもこうビビッと感知できる能力っていうのを身につけながら成長していきたいと思います。ということで本日も短いですけどご視聴ありがとうございました。Thank you.